19時20分からは男子200メートルの決勝です。準決の記録から見ますと第7年を走ります堀田君、6年を走ります堀田君、後半が22秒14というのが準決の最高の記録であります。続きまして第3戦を走りますと瀬永君翔陽が22秒15、第3の記録が第5連を走りますと東方君22秒38というのが準決からの記録です。大会記録は2012年検察選手官の橋本君が出しました20秒90。